ジュニア・ウェルズはアメリカ合衆国のブルースシンガー、ハーモニカ奏者。本名はエーモス・ブレイク・モア。1950年代よりイリノイ州シ,シカゴで活躍し、そのファンキーなサウンドはファンク・ブルースと呼ばれるサウンドの形成に寄与した。ギタリストのバディガイとのデュオでの活動でも知られる。テネシー州メンフィスに生まれた。リトル・ジュニア・パーカーに影響を受け、 ハーモニカの腕を磨いた。彼は10代の頃シカゴへ移住した。50年代の初頭からデーブ・マイヤーズ、ルイス・マイヤーズ、フレッド・ビローラとエイセズを結成して活動するようになった。1952年、リトル・ウォルターの公認としてマディ・ウォーターズのバンドに加入。エイセズとマディのバンドの活動を並行してこなすようになった。 50年代後半から60年代初頭にかけて、彼はステーツ、チーフなどのレーベルにレコーディングを行った。1957年より、チーフのプロデューサーであるメルロンドンの提供した楽曲を次々と録音し、1960年には、彼の代表的な持ち歌の一つとなった、メッシン、ウィズ・ザ・キッドをリリースしている。1965年、デルマークレコードより、 アルバムフードゥーマンブルーズをリリース。このアルバムには、バディガイもセッションに加わり、シカゴブルースを代表する名盤の一つとして、知られるようになった。これ以降、ガイとのデュオによる活動も目につくようになる。1969年には、デュオ名義のアルバムバディザ・ジュニアーズをリリースした。一方、ソロとしては、マーキュリー参加のブルーロック、ヴァンガードなどから、相次いで、 アルバムをリリースしている。この頃から、さらにファンキーな色彩を濃くし、そのサウンドはしばしば、ジェームズ・ブラウンを引き合いに出されるようになった。1970年代には再び、デルマークより、サウス・サイド・ブルーズ・ジャム、オン・タップなどをリリースした。また、バディ・ガイトのデュオとしては1970年に、 ローリングストーンズのツアーでオープニングアクトを務め、同年10月にはエリック・クラプトンらと共にレコーディングを行って、この録音は1972年にアトコレコードからバディガイジュニア、ウェルズ・プレイ・ザ・ブルーズとしてリリースされた。1975年3月には第2回ブルースフェスティバル出演のためバディガイと初来日を果たした。としては 1987年にもジャパンブルースカーニバルで再度来日している。ソロでの来日は1992年のドカーニバル、1997年のブルーノート公演がある。1980年代以降は新作レコーディングの数は少ないものの、1990年代にはテラークと契約し、計4枚のアルバムをリリースした。 また1990年には、キャリー・ベル、ジェームズ・コットン、ビリー・ブランチラとの共演版ハーブ・アタックに参加している。1998年の映画、ブルース・ブラザース2000にも出演し、元気な演奏を聴かせていたものの、この映画の撮影から間もない1997年8月、ガンと診断される。1997年10月に発売された、 ローリングストーンズのトリビュートバンペイントイットブルーソングズオブザローリングストーンズではサティスファクションを歌っている。1997年秋より昏睡状態となり、1998年1月15日に亡くなった。インバディガイトのデュオ名義。ありがとうございます。